こんにちは。世界のジャブをサロン、ジャイブ研究所所長のぶです。今日はこのね、一連の動画を見てジャイブ修正していきたいと思います。結構、私と同じぐらいの年齢方なんですね。で、教えてた時に、練習してた時のちょっと動画ですね。これをちょっと見ながら、結構すごい上手いんですよ。私と同じぐらい、もうでもあれかな、年齢的には60になるのかなっていうね、方なんだけどね、結構今もうすごいもっと上手いですね、実際とね。今これ練習中の時の動画なんだけど、それでね、どこを修正したかっていうことをね、ちょっと、語っていきたいと思います。まずね、これ、ホームですね。セールが多分これ 4.7 ぐらいかな、 4.7、確か 4.7 ぐらいかもしれない。で、まあ、ハーネスが、で最初ね、この方ハーネスがちょっと短かったんですよ。24ぐらい、これ26です。でもこれ見た感じで24でもちょっと、こう26でもちょっと短い感じしますよね。今だったら多分27とか28の方がなんか良さそうな感じしますよね。ハーネスはグッてちょっと腰もちょっと下げてね、懐深くしてっていう感じですね。でフォーム的に言うと、ほら、後ろ足が縮んで前足が伸びて前足を抑えるっていうねことで、まあ普通のセリングでもちょっとブーメンダーは下がってっていう感じの乗り方になってきたっていうところなんですよ。この辺でいいんですね。じゃあこれからちょっと解説していきます。そしたらね、ちょっと一連の流れでいきましょう。でまだハーネス外しましたね。ハーネス外してジャイブとして、ほら結構いい感じですよ。足がね、こんな感じです。でじゃあこれをちょっと見ていって検証していきましょう。ちょっとね、直すポイントとかね、その辺をしながら、で、まあ、ブーム持つ位置もマストでも持つ位置もまあまあいい感じ、まあ、逆手なんですね。逆手をちょっと推奨してたので、みんな逆手になってしまってるんだけどもね、まあ、別に順手でも構わないんです。ちゃんとこの肘が下がればね、逆手にするとこの肘が下がりやすいっていうね、ことなんですよ。どうしても肘上がりの癖がある人っていうのは肘下げて、逆手にして乗った方がいいかもしれないですね。肘が上がるってことは重心が上がっちゃうってことなんだ。ほら、ブームの下から覗く感じ。だからこう重心がだいぶ下がるでしょ。重心下がって腰を曲げて、腰って膝を曲げてね。あとは足首45度でこれからレールを入れていく。こんだけ重心が下がったら OK ですね。で、ちょっとこう、コンバージョンはまだ、ここの時にはまだ、でも少しコンバージョンできてるんでね。前足にグッてかけるようになってきてるんでね。あとはね、これ引き込みね、引き込みというのはこれブーム度下げるってことね。これ最初の頃ね、全然してなかったんですよ。ブーム平行で必ずやってたんですね。だからもういつも前にすっ飛んでてね、ブームをね、何本も壊してたんですね。だからまあ、これアプローチこれ下げなきゃダメでしょうっていうね。だからまあ、そのセールパワーポイントの説明とかね、この当時はこれあんまりしてなかったんでね、ブーム上げてくださいとしか言ってなかった。だから理解してなかったんでね、きっとね、ただ単に言われたからやってたみたいな感じだったんだけど、これブーム度下げるということによってパワーポイントをちゃんとコントロールできるようにして、どこで入っていくと、こうジャブの出口にこう目線と膝とか全部いってたのに、この時点でノーズの方に全部向いちゃうんですね。ほら、全部ノーズに向いちゃう。で、まあ、ここでね、ちょっとこう、セールを一応取れたのでっていう、であとはね、こう、あとは回さなくちゃならないからね、後ろ足に体重があって、もう後傾、このまま後傾なんですね、この体重だと。結局、ボードが途中で真ん中になると後傾になっちゃうんですよ。そうなんですね。で、これでセールを返して、まあ、どうにか、なってますけど、で、まあ、これを見たら、もう一発で分かりますよね、ボードのセンターに乗っちゃってるっていう、内傾は全くなしっていうのが多分分かると思います。そういうことです。だから結局はね、こう私がこうジャイブでいつも言ってる内傾をキープする、最後までボードのコントロールをする内傾をキープするってことが重要なんですよ。まあ、これでまた私の動画をちょっとこう見てもらうと分かるんですけども、まあこれノブ、ジャイブチャンネルってね、とこで、ジャイブって言うとこで私のジャイブが結構出てきます。そうするとね、最後まで内傾をずっとキープしてるんですよ。で、最後までレールをずっとコントロールしてるっていうのがほとんどなんですよ。だからそれをね、ちょっと見てもらえば分かると思います、何が違うのか。この内傾をずっと最後までキープしてるのか、ボードが体がフラットに戻ってしまうのか、ボードと体がフラットに戻ってしまうのかっていうところがね、大きな違いがあるんですよ。これが最後の大きな違いなんですよ。
でも大体見てるとほぼね、8割ぐらいの人は内傾キープできてないでボードの上にフラットに戻る、まあ9割以上かな、最後までレールをこうセール返す時も内傾キープしてるって本当にいないですね。なんかそこがね差なんですよ、やっぱり最後に失速するかしないかっていうとこの差が、そこが大きな。でイメージ的にはね、こう最後にボードフラットに戻して方が失速しないんじゃないかなっていう、こうなんだイメージがあるんじゃないですか。これ G がかかってるものがこうなくなってしまう、体戻して、そうするとねギュギュって急に失速し始めるんですね。これはなぜかというと法則ね、内傾が前傾になるって法則なんですよ。結局内傾戻したと前傾にならないんですよ。そう、最後後傾に絶対なるしかないんですよね、そこなんですよポイントは、だからレールを入れ続けてください。それも体重内傾でね、内傾がボードそのままずっとボードが回ってくると、これは結構何回も言ってるな分かってますよって多分言ってるけど、多分理解できてないですね。この最後こう失速する一つの内傾をずっと取ってくると、最後にボードが回ってくるとそれが前傾につながる、体をフラットに戻してしまうと後傾になるっていうことなんですよ。これはもうしょうがない、だからしょうがないから足を返すしかないっていうね。だからストラップインジャイブっていう形で言うと、ストラップジャンプっていうのはその内傾を前傾につなげるっていう根本的な問題を解決してるんですよね。フラットに戻すってことは、先ほど言ったようにボードが回らなくなるってことだから後傾なんですよ。それを足を返すことによって前傾を保つっていう、こういう原理なんです。これしょうがないからやってることなんですね。だから根本的な原理からちょっと外れちゃってるんですよ。そこが最大のポイントになります。ぜひともね、こうベテランさんでも何でも最後どうしても、ね、失速しがち、ジャイブはもうほぼ、チンしないでできるんだけど最後失速しがち、本当にどんぶいてセールパンパンに風が入ってる以外はちょっとそれなかなか難しいねっていう、ね、失速しないジャイブはなかなか難しいねっていう人は、その重心移動、足を返すことによってボードフラットにすることによって内傾が前傾につながってないっていうことなんですよ。逆に言うと足を返すのわざと遅くしちゃった時の方が最後にギューッといっちゃうっていう時があると思うんですよ。それはそういう原理です。だから足を返すっていうのは本来はあまり良くない、足を返しても内傾をずっと強めてて足を返せばいいですけどね、大体でもフラットに戻して足を返すっていうのをほぼそれが教えなんですよ。これは常識になってるんですね。その常識は間違った常識ですね、だから間違った常識っていうか、中級者までの練習中は間違ってないです。中級者から上級者になるときにはその教えは間違いなんですね、だから正しい正しくないっていうと、中級者までは正しい教え、安定させる、足を返すね、フラットね、足を返すとき一番バランス崩しますから、そのときに足を返すことによってフラットに戻して足を返すことによって成功確率を上げるって、中級者まで。でもそれができてその上に行こうと思ったら、その常識は常識です。